中武馬車鉄道、中部馬車鉄道は、埼玉県入間郡入間川町、後の狭山市と東京府西多摩郡大梅町、後の東京都大梅市を結んでいた、馬車鉄道。武蔵野鉄道、後の西武鉄道池袋線開通前、鉄道空白地帯と化していた入間郡南部と、そこを輸送拠点としていた大梅地区とを相互連絡すると、共に、川越鉄道。 後の西武鉄道新宿線と青梅鉄道、後のちの梅線にそれぞれ連絡する、鉄道系交通機関としての役割を果たした。川越鉄道の入間川駅、後の西武鉄道新宿線狭山市駅の西口から、北側へ回り込むように走った後、入間川町の中心街を経て、直進、国道16号線の旧道と埼玉県、東京都道63号、豊岡街を通って、 青梅町の中心部まで至っていた。終点は、青梅と称したが、後の青梅駅とは全く別の場所に設けられ、地名から、森下町、森下と、続称されることもあった。車庫、機関庫にあたる旧車は、大木町や、南方に置かれていた。本社は、入間郡と洋日町、大木町やに存在した。なお、当初は、大梅停留所に、 青梅支社が設置されていたが、開業後まもなく、廃止となっている。なお、入間川町の市街地では、同じ入間川駅前を起点とする入間馬車鉄道と線路を共用していた。また終点近くには、青梅鉄道との平面交差が存在した、工日、路線距離については、営業時にはすべてマイルチェーン表記であった。ここでは、青梅市市のデータをもとにし、 1>, 1マイルイコール約1.6キロメートル、1チェーンイコール約0.02キロメートルとして計算した。当鉄道の経路となった入間川大木町や大梅は江戸時代にはこの地域にとって極めて重要な交通経路であった。後の入間市中心部の大木町や宿が多摩地区と日光を結ぶ日光脇王館の宿町であり、八王子仙人同心が 日光島将軍の警備に向かうため往来する場所で、あるとともに、多摩地区、入間郡南部地区、さらには、甲信地方から江戸へ向かう物資を新河岸川経由で輸送するための中継地点の一つとして機能していたためである。だが、明治時代に入り、新しい交通機関である鉄道が登場すると、その状況が一変する。この地域にも鉄道は開業したが、 1895年開業の川越鉄道は、甲武鉄道、後の中央本線国分寺駅か、川越町に至る南北方向縦向きの路線。1894年開業の大梅鉄道は、甲武鉄道立川駅から大梅町に至る北西方向横向きの路線であった。このため、ちょうど大木町や地区周辺を含む後の入間市内や大梅市の北東部が、 ぽっかり特空白になるという状態になってしまったので、ある。折しも川越鉄道線が通過する入間川町では、地元の政治家、実業家である、清水宗則が、後に入間馬車鉄道となる入間川反応間の馬車鉄道の免許を取得していたこともあり、それに続く形で、川越鉄道線と大梅鉄道線を結ぶ、都市連絡線として、入間川駅と大梅中心部を結ぶ鉄道が、 計画されたのである。この計画の前進となったのが、1896年に出願された入間川豊岡、金子間の鉄道である、金子鉄道である。しかし却下されたため、馬車鉄道に変更した上、さらに路線を多めまで延伸して出願し直したのである。こうして1899年10月19日、入間川駅から入間川町中心部を経て、 土曜課長、東金子村、金子村、府県境を越えて、河村を通り、大梅町の中心部に至る路線が計画され、中竹馬車鉄道として、特許出願が行われることになった。この当時、鉄道路線空白地帯に、馬車鉄道を連絡線として付設することが全国で、広く行われていたため、この計画もその一つとして1900年6月25日に、 特許が下ることになった。これを受けて、同年7月31日に創立総会が開かれ、正式に会社組織として、中竹馬車鉄道が発足、初代社長に、元豊岡町長の横田伊兵衛が選出された。不設工事は、翌1901年1月25日から着工された。しかし特許上の命令書にある期限を基調面に、 守ろうと、前線開通までに3ヶ月という強行軍で工事を行ったため、無理がたたって、前線開通させるところまでにはこぎつけられず、同年6月12日に、大木町や諸岡間を部分開業させるにとどまった。その後工事の進捗により、残った入間川大木町山と諸岡尾梅間も、同年9月1日に無事開業し、ここに、 入間川諸岡を梅間が一つながりの路線として開業するに至った。またこれにより、入間川町中心部で入間馬車鉄道と線路を共有するようになった。しかし、これで鉄道空白地帯ともおさらばと大きな期待を背に開業したものの、中竹馬車鉄道の経営は当初から不審状態が続くことになった。その理由として、 この地域の地場産業である木糸産業や織物産業がこの時期に若に不審となってしまったことがある。産業が停滞すれば貨物だけでなく人の移動も少なくなるわけでや旅客、貨物ともに会社の予想を下回っていた。同じ状況に悩まされたルマ馬車鉄道のように早々と貨物を廃止するところまで追い込まれなかったものの赤字が延々と続いたのはこれによるところが大きい。 また、当選自体がかなりの巨体であるのに釣り合わず、輸送力が貧弱であったことも要因であった。さらに1904年に勃発した日露戦争が当選に意外な打撃を与えることになった。軍馬が必要になったため、馬車鉄道にとっては生命線というべき馬が挑発され、運行回数が減少する事態になったのである。また、挑発以外にも軍による 徴用検査がたびたび行われ、馬を検査のために提出せざるを得ず、営業妨害となっていたことが、当時の営業報告に記されている。またこの戦争により、軍人は、全員無人とされた。この他にもこの群馬需要の増加で、馬の餌代や、バグの値が異様に高騰し始めた。日露戦争開戦後は、特にひどくなり、 一時は、馬の飼育費が人件費を上回るという異常事態にまで発展する子になってしまった。これに対し、会社は、社有資産の売却や業務外注化で対処しようとした。まず、1902年1月31日に、当時2代目社長となっていた大梅町の岡崎武氏、江門宅に置いていた大梅支社を廃止、会社資産から切り離した。同年8月20日には、 貨物輸送を入間川町の運送会社に愛中化している。さらに1904年5月10日には、諸岡にあった車有の建物数棟を売却した。しかしこの時点ですでに東馬車鉄道の赤字体質は慢性化しており、これらの策も焼け石に水の状態であった。ここに至り、会社が考えたのが、動力の蒸気化、内燃化である。 要は馬を飼育するために金がかかっているのだから、その馬をなくしてしまえばよい、という発想であった。この発想に思い至った会社は、早速行動を開始する。1904年10月8日に、岡崎社長と二代目の副社長、綿貫金蔵などが、当時蒸気化構想のあった豆相忍者鉄道に、視察を行い、内燃化を決定。臨時株主総会でも追認され、 大阪の福岡鉄工所が作っていた石油発動車小型船舶用の焼き玉エンジンを搭載した蒸気機関車系の内燃機関車を使用することとなった。翌1905年5月25日、石油発動車の試運転が車線内で行われ、馬力と比べコストの上で極めて安上がりであることが確認された。これにより内燃化構想はすんなりと進むかと思われたが、 詳細は不明ながら実現に至らず、来年化は断念されるに至った。そうしているうちに、大梅鉄道が改め機を行うことになり、東馬車鉄道との平面交差が障害となることが分かった。このため1907年7月、会社は諸岡大梅館を廃止したのである。こうして来年化に失敗し、末端区間の廃止まで行った東馬車鉄道は、 大正に入ってから、じりじりと追い詰められていった。沿線地域のキート産業、織物産業は、大正初期の不況によって、相変わらず、不審状態で、乗客像も見込めず先の見えない、赤字経営が延々と続けられた。そんな折、当線にとどめを刺す出来事が起こる。1915年4月15日に、武蔵野鉄道が開通したのである。武蔵の鉄道は、 池袋所沢反応間の鉄道であり、豊岡町の町内にも駅を開業させた。こうなっては、入間川駅や青梅駅まで東馬車鉄道で2時間以上もかけて出て、そこからさらに乗り換えるというのは非効率の極みである。結果、馬車鉄道沿線の人々は直通で一気に東京へ出られる武蔵野鉄道の方を選んだのである。特に、 豊岡町は東馬車鉄道の心臓部というべき土地であったためひとたまりもなかった。会社はそれでもその後2年間経営を続けたものの収入は下がる一方の状態でついに年4000円を割り込む事態となった。これによりついに会社は路線の廃止と会社の解散を決意し1917年9月22日をもって全線を廃止17年間という 短い生涯を終えたのであった。ル入間橋鉄道停車場入間川うの木クロス。大木町や小屋田根岸市三木南ー金子橋なのか、市場大門諸岡坂下大梅。大木町や諸岡間の停留所のうち金子橋は、部分開業の当初は存在しなかったため、後からの開業と思われる。また当初三木停留所の名称は、西三木であった。 入間馬車鉄道停車場から、宇の木の手前までは、入間馬車鉄道と共用であったが、停留所は、起点以外共用されず、それぞれが別々に設けていた。交換設備は、入間川と坂下を除くすべての停留所に設けられており、必ず一回は、交換が行われていた。一頭の馬により一両の客車を牽引する、形式であった。列車運行の際は、 必ず旧車のある大木町やと南方で5分以上停車し、馬を付け替えることになっていた。客車は定員12名で、同じ入間川駅を起点とする入間馬車鉄道に比べて若干小さめであった。大きさは長さ12尺、約3.6メートル、幅4尺2寸、約1.3メートルとの記録が残っている。 両端で鉄道に接続していた路線であったが、ダイヤ編成の際には直接接続している川越鉄道の方が重視された。このため、運行間隔は、不均一で1時間半以上開くことも少なくなかった。1901年の部分開業時には1日6、往復、1902年の時点では1日11、往復、内区間運転2往復の運転であった。 始発は、下りの入間馬車鉄道停車場発が5時5分、上りの大木町屋発の区間列車が4時10分発に、続き大梅発が4時50分。一方周発は、下りの入間馬車鉄道停車場発大梅行が18時13分なのに、続いて、大木町屋行の区間列車が20時7分、上りの大梅発が17時10分と、早朝から運転し始めて夕方終了するダイヤと、 なっていた。特に大木町や大梅館は停留所によっては十九時代で終了のところもあった。所要時間は片道二時間二十分から三十分が平均で列車によっては三時間に及ぶものもあった。運賃については不明の点が多いが一線の切符が残されていることから初乗りは一線程度であったと見られている。全線の運賃は一九百一年には二十五線であった。 運賃収支は乗車券方式で、後世の乗車券のように小さな紙片を用いていた。どのように使用されたかは記録に残っていないが、パンチを入れる形式ではなく、金額式の券が使用されていくことがわかっている。運賃には、現代同様大人、小人、幼児の区別が存在し、幼児は5歳未満で無賃、小人は5歳、以上12歳未満で半額であった。波数処理は、 林があるため行わない。また、定期券の発行もあったようで、学生用定期券には割引もある旨が、時刻表に記されている。1901年9月1日から1907年7月まで、東馬車鉄道は、大梅鉄道と、小作大梅間、当時は、東大梅駅、川辺駅は、未開業の勝沼第一踏切で、平面交差を行っていた。交差は、 青梅鉄道の線路に対して街道が斜めに走っていたため、いわゆるダイヤモンドクロッシングの形となった。当初は特に何の安全対策も行われていなかったが、1903年以降は青梅鉄道との間で契約を結び、きちんとした保安設備を設けることになった。それによると、棒状のハンドル稼働式車止め装置を馬車鉄道側の線路に設けておき、 その開閉と大梅鉄道側の信号灯を連動させておく。そして踏切板を一名配置させておくのである。そして大梅鉄道の列車が踏切を通過する場合、次のように操作を行う。なお、これらの保安装置一式にかかる費用や人員は、東馬車鉄道と大梅鉄道とで分割負担されていたが、負担は線路を渡ることになる、東馬車鉄道の方が多く、土地や、 保安装置の購入はすべてあたり馬車鉄道の負担であったほか、青梅鉄道に諸経費として年に200円を支払っていた。入間川町中心部の入間馬車鉄道との線路、共用区間は、先に開業した入間馬車鉄道に線路、設備の所有権があり、東馬車鉄道はそれを借り受けて運行していた。この借用金として、年に300円を、 入間馬車鉄道側に支払っていたことが営業報告書に記録として残されている。線路共用区間ではダイヤの示し合わせがなかったことや遅延から東馬車鉄道と入間馬車鉄道との列車同士の勝ち合いがたびたび発生した。この場合、線路を借りている立場の東馬車鉄道の方が車両ごと線路の外に列車を退避させ、 入間馬車鉄道の列車を優先的に通すのが日常の光景となっていた。当選については入間馬車鉄道ほどの記録はないものの、郷土史研究家による研究や郷土資料にいくつか見ることができる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。